今回はホームグラウンドである足利フラワーパークさんからの紹介です。地元であることを生かして通い続けているので、気になっていた花を追いかけることができています。宿根草を中心にずっと気になっていた15種を花の様子の変化を織り交ぜながら紹介しています。ぜひチャンネル登録をして最後までご覧いただけると嬉しいです。高評価やコメントもとても励みになりますので、よろしくお願いいたします。ローズガーデンからの紹介です。前回の取材から1週間が経っているので、ずっと気になっていた花がどうなっているのか、ドキドキワクワクしました。アリウム、レッドモヒカン。5月15日にこんなくねくねとした迷路みたいなレッドモヒカンを紹介しました。皮をかぶってる様子は単調ヅルのような感じでしたね。5月24日の様子です。くねくねがまっすぐになっていました。いよいよ、という感じでした。5月30日、もうモヒカンくんが出てきていました。やっぱり、でした。これからもモヒカン頭が変化していくので、引き続き追いかけますね。アリウム、タンチョウ。5月14日の様子です。レッドモヒカンの隣にいます。5月30日の様子です。色はついていなくて、これから色づきますね。エキナセア・パラドクサ。5月24日には咲き始めていました。5月30日の様子です。パラドクサは鮮やかな木花で、この花びらの垂れ具合が魅力です。アリウム、ヘアー。5月14日には存在感薄く、オダマキイエロークイーンの陰でひっそりとしていました。5月24日には丸くなってヘアーが出てきていました。5月30日には頭が大きくヘアーがツンツンとしていました。アキレア・クリペオラタ。実はこれ、おととし2022年の秋に植えられましたが、昨年全く咲きませんでした。少し成長はしたものの、あまり大きくならず、枯れちゃうんじゃないかと見守ってきました。2024年5月30日、咲いていました。チャンネル登録、高評価、コメント等よろしくお願いします。葉はシルバーでくっきりとした木花です。待ってた甲斐がありました。やっぱりほったらかしつつ、生命力に任せてみるのもありなんですね。スカビオサ、エースオブスペード。昨年秋の植え付け以降、開花するのをずっと楽しみにしていました。黒に近い紫色の花で、とにかくシックでおしゃれです。つぼみの段階を初めて見ましたが、ほんと真っ黒です。あちこちに植栽されたので、満開になるのがまた楽しみになりました。セントーレア、ブラックボール。ヤグルマギクの黒花で、5月7日の様子です。この辺りのエリアは、どうやら黒花を効果的に入れる植栽計画のようです。
5月30日にはこんなにあふれて咲いていました。ダイアンサス、モンクシルバーブラック、別名黒花なでしこで、植えっぱなしのものです。5月14日はまだ咲いていませんでした。5月30日には花が咲いていました。隣のアルストロメリアの勢いに負けそうです。黒花のダイアンサスソーティーよりもさらに葉の黒みが強く、花色も濃いそうです。エキナセア、白とピンクの二色咲きのエキナセアで、5月14日の様子です。昨年からひょっこり咲き始めたのでガーデナーさんに聞いたところ、植えた覚えのないもので品種はわからないとのことでした。5月30日にはすごい見応えになってきました。調べたところ、エキナセア、プリティパラソルではないかと思ったのですが、はっきりしたことはわかりません。残念ですが。アキレア、カシス、今年の春に新たに植えられたものばかりで、春植えでちゃんと咲くのかと気になっていました。5月30日には咲き始めていました。何箇所にも仕込まれているので、咲き揃ったらどうなるかが気になり始めました。エリンジウム、プラナム、5月14日、シルバーグレーのこの感じもおしゃれですが、5月30日、やっぱり見たいのはこの青みがかったシルバーグレーです。おしゃれなガーデンには必ずと言っていいほどある印象です。乾燥気味に育てると青みが濃くなるんだそうです。ジギタリス、コーヒークリーム、不思議な独特の雰囲気のジギタリスです。5月14日の様子です。5月30日には上まで花がついてきていました。咲き上がっていく感じで花穂が伸びるんですね。アリウム、サマードラマー、草丈2メートル前後になる大型のアリウムで、5月10日の様子です。5月24日には皮を破り始めつつありました。5月30日には皮を破ってしっかりボール状の花が見られました。後ろの濃いピンクのバラ、アメリカンピラーとの相性抜群ですね。アムソニア、フブリヒティ、別名細葉長寿草の花が咲いた後がまたいいので気になっていました。5月30日の様子ですが、張りのある細い葉が生き生きとしていてすごくいい感じです。灰色も初夏の爽やかさがありますね。タイツリソウ、園内の山際で4月2日に発見したタイツリソウです。地際に近くてびっくりしました。4月11日の様子です。4月20日の様子で、見守りつつ追いかけてきました。そして5月24日にはこんな感じですっかり面影なしです。
別の場所ではこんな感じです。来年またタイ釣り竿を追いかけてみるつもりです。この頃の植物は日に日に目に見える成長をしてくれるので、分かりやすくていいですよね。まだまだ紹介しきれなかった気になっている花があるので、別の機会に紹介させていただきますね。よろしかったらチャンネル登録、高評価、コメント等よろしくお願いいたします。次回もまた見ていただけると嬉しいです。